金沢学院大付属高 OB。西十両4枚目で臨んだ先月の大相撲を九州場所で引退した、金沢学院大付属高 OB の高山本那小柳良太。新潟市出身が14日、北国新聞社を訪れ、富田秀和会長に引退を報告した。怪我とも戦った6年半の現役生活を振り返り、もっとできたという思いも残るが、 素晴らしい経験を今後の人生に生かしたいと語った。東京農大から入門し、最高くらいは西前頭ヒット。通算成績は277勝281敗19。高校の先輩である遠藤や一年後輩の炎大鳥との対戦は、勝っても負けても最高の思い出として残っている。でも、 炎大鳥には負けない自信しかなかったと笑った。学生時代からしのぎを削った同期生の朝の山広木については、高校時代によく金沢に芸妓に来て自分が勝っていたが、あっという間に追い越されたと懐かしみ、いつも刺激になる存在だった。大関復帰は近い、横綱も10分狙えるとエールを送った。今後は日本相撲協会に残らず、 6月の断髪式を経て、トレーナーとして都内で事務会業を目指す。金沢学院大付属高 OB。西重量4枚目で臨んだ先月の大相撲を九州場所で引退した。金沢学院大付属高 OB の高山本那小柳良太。新潟市出身が14日、北国新聞社を訪れ、富田秀和会長に引退を報告した。 怪我とも戦った6年半の現役生活を振り返り、もっとできたという思いも残るが、素晴らしい経験を今後の人生に生かしたいと語った。東京農大から入門し、最高くらいは西前頭ヒット、通算成績は277勝281敗19、高校の先輩である遠藤や1年後輩の炎大鳥との対戦は、 勝っても負けても、最高の思い出として残っている。でも、炎大鳥には負けない自信しかなかったと笑った。学生時代からしのぎを削った同期生の朝の山広木については、高校時代によく金沢に芸古に来て自分が勝っていたが、あっという間に追い越されたと懐かしみ、いつも刺激になる存在だった。大関復帰は近い。 横綱も10分狙えるとエールを送った。今後は、日本相撲協会に残らず、6月の断髪式を経て、トレーナーとして都内で事務会業を目指す。親方になる夢は諦めたけど、しっかり勉強して、第二の人生を楽しみたいと意気込みを示した。遠藤破れ、炎大取り連勝止まる。大相撲九州場所8日目の20日。 東前頭十五枚目のテルは、取り組みが組まれていた西前頭十二枚目の千代大龍が、この日に引退したため、不戦勝、思わぬ形で五勝目を手にした。東前頭七枚目の遠藤は、幕内周を走るオモネんに土をつけることはできず、東十両十一枚目の炎大鳥は、初顔の金宝山に冷静に取られ、連勝が止まった、 遠藤は、校長のオモネーンになすすべなく敗戦。立ち合いで、諸手つきをまともに受けると、突き、押しに後びさりして押し出され、六敗目を喫した。この日もリモート取材には現れなかった。テルは、相撲を取らずに勝ち名乗りを受けた。三場所ぶりの幕内土俵で、星を二つ先行させて、後半戦へ臨む。炎大太りは三連勝とはならず。 西十両七枚目の金宝山の月、押しで懐へ入れない。回り込んで攻めしを探ろうとしたが、正面に置かれ、突き倒された、相手も狙いを分かっていて、見られすぎた、明日からも集中したいと切り替えた。西十両四枚目の高山は、幕内の土俵に上がった。東前頭十三枚目の大きな海に片透かしてくし、連勝が止まり、 星が5分に戻った。幕下では、東54枚目の王を勝る海が、東60枚目の王元に寄り切られ、初場所2日目に敗れて以来、10ヶ月ぶりに土俵で黒星を喫した。一度は軍配が上がったが物言いがつき、取り直しの一番で敗れ、かなり悔しいと顔をしかめた。遠藤、攻めきれず連敗。 大相撲九州場所二日目の十四日、あずま前頭十五枚目のテルは、同十六枚目のテル京を落ち着いて押し出し、初日から二連勝とした、三場所ぶりの幕内で好発進し、調子はいい。これを続けたいと意気込んだ、東十両十一枚目の炎大鳥も、同十枚目の千代を引き落とし、白星を並べた、あずま前頭七枚目の遠藤は、 同六枚目の西木義に寄り切られ。二連敗となった。テルは、うるさいテル京の動きをよく見ながら攻め、力強く押し出した。初日の東流戦に続き、前に出る相撲が光った。十月ので稽古期間には、春日の部屋で精力的に番数を重ね、他の部屋の関取衆としっかり稽古できたと自信を覗かせた。炎大鳥は、 二連敗中で苦手意識が、めちゃくちゃあったという千代へと対戦。左を覗かせて懐に飛び込み、相手の突きをこらえて、払うようにして引き落とした。考えてもどうにもならないので、直感で言ったと笑顔を見せた。初日も、動きよく先駆け勝ちに解消し、順調に滑り出した。遠藤は、初日の流連に続き、攻めきれず、 立ち合いで左を差し、浅い右上手を引いて土俵際まで寄り立てたが、西木木の左すくい投げで体勢を崩した。右上手で振ろうとするも、相手の出足を呼び込み、土俵下まで落ちた。西重両4枚目の高山は、同5枚目の仙台の国に叩き込まれ、2連敗。明日からは開き直りたいと反省した。